続く第2試合、1点を追いかける鹿児島中央は2回、相手のミスで同点とすると、さらにノーアウト2塁3塁で8番上野、絶妙なコースに転がすスクイズで勝ち越し。この後もう1点加えて2点のリードを奪います。対する鹿屋は4回、ツーアウトから末永、長井は、泉はこの大飛球、最後はキャプテン船迫がセンターへ。4連打で再び試合をひっくり返し、その後もリードを広げます。それでも鹿児島中央は7点差の9回、1点を返し、なおも2、3塁で1番安楽、この犠牲フライでもう1点加えましたが、追いつくことはできませんでした。鹿児島中央、初戦で鴨池を去ります。優勝の指を飾ることができなくて、とても悔しく、後輩たちには夏と言わず、秋春も一生でも多く勝って、ベスト8を全公演に行けるように頑張ってもらいたいと思います。